クライン・メッケルゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインで実転前を構成する自治体の一つである。クビウのほか、ランゲンフェルデとマルシュホールストの集落がこの町に属す。クライン・メッケルゼンは、1388年に、ルトキン・メキルスティードとして、初めて文献に記録された。 1500年頃には14県の民家に70人ほどが暮らす集落であった。1806年から1814年までの間、この地域はフランス軍占領下に置かれた。ブレーメンからハンブルクへの街道をナポレオンが建造する際には、クラインメッケルゼンの住民も、漏液や馬筆提供を強いられた。第二次世界大戦では終戦の約3週間前に、 100両ほどの戦車を備えたイギリス軍に占領された。この町は1971年と2001年に我らの村が美しいコンテスト連邦大会で優勝している。この町の町議会は町長を含め旧議席からなる。この町の紋章は左右に分割。向かって左は銀の名みたいで赤字と緑地に上下に分割される。赤字部分に 銀の波体にかかるように金の水車の輪が描かれている。向かって、右は銀字に、緑の先頭屋根、金の風光景を乗せた赤い塔の先端部分が描かれている。この町は、アウトバーミエ1号線から約4キロメートルの位置に、ある。最寄りのインターチェンジは、実店前インターチェンジである。町の中心部から約1キロメートル南に、 ビルシュテット・ゼーフェントーシュテット鉄道の空レン駅がある。この路線はもう何十年も前に旅客営業を廃止している。それにもかかわらずドイツの時刻表にはこの路線が掲載され続けている。それは平日にはエルベベーザー鉄道交通会社のバス路線三千六百六系統、ゼーフェントーシュテット線が運行されているためである。ハンブルク・ブレーメン線のトーシュテット ラウエンブリュック、シェーセル駅が最寄りの旅客駅であるが、いずれもクラインメッケルゼンから約 20km ほど離れている。クラインメッケルゼンには基礎家庭学校がある。この学校は1966年に完成した。これによりそれまでのクラインメッケルゼン、グロース、メッケルゼン、イッペンゼン、フィアデンの学校は閉鎖された。その4年後にはボーンステの学校も廃止された。 1992年に学校の近代化、拡張がなされた。この学校では1年を通して多くの行事を行い、生徒は様々な作業共同体やプロジェクトに参加する。その中には演劇協会や2年に一度開催される定置ドイツ語朗読コンクールへの参加などもある。ありがとうございます。